猫キャバにやってきましたよ。ねえ、まずはこの子、入り口で待ち合わせじゃねえや待ち伏せしてくれたこの子撫でていきましょう。ねえ、横がまたねすららかでいいね。そしてモップが来たね。君は虎みたいな顔をしてるね。強いのかい。一戦交えてみたいもんだね。この子が推しのモカちゃんです。どうでしょう。まずはモップで顔を掃除されるところから始まりますね。添い寝モードからのツンデレモードですね。犬ではよくあるんだけど、この猫でね裏返りするね、もうどうにでもして感のね猫はたまらんですよね。いやあ、かわいい。肉球でウイスキーのロックいけますよね。ほんと何しても怒んないんですよこの子は。本当に天使。やばいですこの子は。いや、その目。この猫カフェの猫たちは本当いい子ばっかなんですよね。おとなしいというか、経験上ね、店員さんが優しそうな人だったりとか、こう優しい空間がね提供されているようなところはね、猫ちゃんたちもね優しく育ってる気がするんですよね。この子は好戦的だったので立ち向かってみました。匠のリフォーム中ですね。好戦的なこの子はね、僕が MO になることで、釣り合うと思ってるのでMO になり下がりたいと思ってます。
天使の寝顔です。ほんと可愛いんだよな、たまらんでしょう。完全にエジプトのスフィンクスでしょこの子は。こう腕組まれるとね、キャリアウーマン的な意識高い系女子を思い浮かべますが、いや新橋の泥酔して転がってるサラリーマンか。ほんと泥酔してますよね。お水いる？お水。また来るね。バイバイ。多分あの凶暴な猫にあの噛みちぎられました。財布のつなげてる紐。ありがとうね、池田骨の好きでした。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。